そんな気がしました。18日。梶島への時間がやってまいりました。ハロー。火事が起きてたって。嘘。あ、大丈夫だったの？家の近くでか。被害はなかったの？でもその火事が起きてたところは大丈夫だったのかしら。安全は確保できているのかい？消火はしたのか？大丈夫か？火事のショールーム見れてるってことは、一応安全は確保できてるのかしら。家事タイムです、皆さん。おはようございまする。聞こえてる？大丈夫？ああ、よかったです。ちょっと途中でアラームが鳴っちゃったから。アラームはもう5分おきにブワーってかけるタイプです。よいしょ。マッスル。マッスル、マッスル。朝起きてパッてなんかね、いつもと違うことが起きてるとちょっとびっくりするよね。でも火事はもっとびっくりするよ。びっくりというかちょっと怖いよね。火事島だけど、火事は怖いです、本当に。一回だけです。はい。私は目覚ましかけて、割と一回で起きちゃうですね。こうすぐ目覚ましバチって切っちゃうから、もし二度寝した時怖いんだよね、いつも。 起きるんだけどね、起きるんだけど、鳴った瞬間にババババババって目覚まし止めるんで。そうそうそう、そのまま二度寝したら終わるなっていつも思ってる。 二度寝はしたくはないけどね。たまにしちゃうんだよね。そうそう、同じです。一緒じゃん。ババババってかけるよね。二度寝寝坊とかしなさそうって。まあ、そう、寝坊私したことは今んとこないんだけど、実家暮らしだからっていうところはあるかなって思う。なんかママが起こしてくれたりした日もあった気がするので、そうなのかなって思うけど、基本は私が自分で起きてるけど、どうかね。もし、一人暮らしし始めたら寝坊するんかな？怖い。遅刻は基本電車の乗り間違え、2回だけしたことがあって、
人生で。寝坊、もうその時はもう人生で2回あります。遅刻したことは、そう、ママ島が起こしてくることはまあないわけじゃん。でママに起こしてもらうことってほぼないけど、なんかね、なんかの時いざという時、今一人だからね。だって携帯の充電が切れたとかさ、よく聞くじゃないですか。怖い怖い。え、わかるわかる。寝る前に寝坊したらやべえって確認すると寝ても心が緊張を保ってくれる。これさ、ほんとそうなんだけど、私3時に起きる時とか絶対バッて起きんのよ。しかも全然寝れた気しないんだよね緊張が保ってるんだろうな。マジマジマジです。寝れた気にならないね。4時とか3時とか起きの時ってなんか、もちろん早く寝るわけじゃん、前日がお仕事じゃなければね。早く寝て準備はするんだけど、起きる時、マジで寝たっけみたいなくらいのすっきりさ電車で寝過ごすのね。帰りは1回やったことある。あ、2回くらいあるかな、寝過ごすのは。2回ほどありますね。しかも1回終電で寝過ごしちゃったことがあって、なんか行きはね、まあ寝過ごしたことないですね。すごいね、今思うと。90分、2回少ない。帰りだしね、しかも。あと緑茶か聞いてたら乗り換え忘れたとか、そんな感じとかも寝坊したことなかったな、実家暮らしたからってことはママが寝坊しないってことだよね。あと結構みんな鹿島家生活リズム違うから、私っていつも起きるのが遅い方なんで、誰かが起きてると足音とかで起きるからね。おいちゃんギフトありがとうございます、本当に。でてってちゃんもありがとうね。いただきマッシュル。今日はロケです。久しぶりに一人でロケに行ってくるのでちょっと楽しみです。なんだか緊張している気がする。頑張ります。そうだね、同じ時間ってことないからリズムとかね、ないです。そう、リズムとかちょっとない。
ルーティーンとかほぼないですよ。何時に何するみたいなの。あ、別に何時に何するっていうルーティーンは別に無理か。ルーティーンじゃなくてこれするか。ルーティーンは自分のタイムスケジュールいつも。でも7時15分に、あ、間違えた、7時15分にショールームやるっていうのは最近すごく続いているので、まあ、楽なものではあるかなって思う。今日スケジュール立てられなそうなのごめんね。ちょっとまだ詳しくは言えないっていうね。いつも当たり前当たり前なんだけど、私 そこまで言っちゃうからね。これも言ってよかったのかもう今わかんないわ。ちょっとだめ、頑張るね。ドキドキ、エールを送ってください。やっぱ一人でお仕事するときっていつも緊張がすごくて、なんかみんなが頑張れって言う、なんかこう願っといてくれるとすごく頑張れる気がするのでお願いします。すごい朝から結構外騒がしめ、みんないろんなの見てる。朝早いのに。ちなみに勝島家は私以外みんな休みらしいんですよ今日。そうだからもうみんな朝1から起きて、みんなさお仕事率も朝早いからもうみんな起きてんだよ。みんな起きてもなんかおのおのテレビ見てる。みんなテレビ好きだよね本当。テレビ多分本当に日中お仕事だとあれなんだよね、多分テレビ見れないからあんまり。もうテレビいろんなところのテレビの音がする。マジマジすごいね。毎日おるみつもありがとうございます。いえいえ聞いてくれて嬉しいです。ありがとうございます。本当に感謝ですね。ありがとう、応援頑張れます。なんか一人でさいつもへこむことが多い、一人の仕事ほどへこむことが多いけど、経験ができて経験値がすごい上がるから人気に持って帰ってくれるようにっていつも思うんですよ。そうそう、朝のニュースぐらいは見ないとねって。まあね、私たちは目覚ましとジップはね毎日録画してるので、ニュースは好きなんですけど、今日は休みだからかな、みんなおのおので見てる。あ、でもニュースはついてんのかな、一個のテレビで他で録画見てたりするのかな、どうなんだろうね。テレビっ子ですね、だいぶ。なんか大人になってみんな自分でテレビ買ったりとかしてるもん。テレビ好きすぎ。姉ちゃんなんか自分の家にさテレビとブルーレイ買って録画してるよ。録画機とさ、そうニュース録画してる。ゼップジップと目覚ましを毎日録画して、毎日見て消して、で次の日また録画されてて見て消してみたいな感じ。そう、多分朝準備してるのだと頭に入ってないものもあるからじゃない。私はそんなに見れてないけど、ママとかちゃんとチェックしてから消してますね。倍速たまに使うね。そうだね、
そうね。ネットニュース。いや、私もネットニュース見がちよ。ヤフーニュース好きだし。ネットで知ることも増えましたよね。それが結構ニュースを身近に感じてるようになってよかったなと思いますが、でもネットニュースはさ、見出しがさ文字数決まってるから、ほんと押さないと、自分から取りに行かないといけなくなってきてね。そうだね、情報を取りに行くスタイルにちょっとずつ変わってるよね。新聞はあんまり見ないかな、撮ってるけど、じいちゃんが見るから。たまに読んだりするけど、読んだりするけどぐらいかな。そんなに読まないな。じいちゃんがこの記事見てとか言ったら見るけどっていう。あ、そっか、ネットの方が早い時も多いか。そうだよね。そっか、新聞もネットっていう。なんかこの間雑誌を予約したのよ、本屋さんで。欲しい雑誌があって。したらさ、もう店員さんがさ、男性の方で、なんかこう言ってたよ。この雑誌、もう入荷するか分かんないので、予約は確実か分かんないんですけど、今の時代本当に雑誌が売れないので、すっごい愚痴ってた。いや大変だろうなと思って聞いてたけど、すごい大変な、大変そうだなって思いました。そうだよね、今の時代ネット本屋が減るのかな。やっぱもうちょい、私はオタクなんで結構原品主義なんですけど、本屋さんが減っちゃうのは困るな。鹿島県本屋じゃなくて CD 屋さんがね、なくなっちゃったの。いつも CD 予約してたさ、 CD 屋さんがなくなっちゃって、その CD 屋さんにはさ、ギターのさ弦とかも売ってたわけ。それがなくなっちゃったの。だから私もめっちゃ遠くまでギターの限界に行かなきゃいけなくなっちゃった。ペーパーレス、わーお。まあ、ネットで弦買えるんだけど、私そこまでネット民じゃないんだよね。パンパンパンってこう届くとか、やっぱ千葉、ちょっと千葉の遠くの方に住んでるのかわかんないけど、なんせ届くのが遅くてですね、そうなんだな。なんかすぐ歯欲しいってなった時に買いに行けたからさ、そこにそこら辺にほんとすぐそこだったから、楽っちゃ楽だったのに。ネットで買うの洋服ぐらいです。洋服はここら辺であんまり売ってないっていうのと、全部がこうネットに詰まってるからわざわざ歩いてどれにしようかなって決めなくても決められるから楽だなって思うけど、
CD とか本とかギターの弦とかは欲しいって思った時にパーって変えたから楽だったんだね。ということで今日も占いをしていこうと思います。どうかな。今日のカジカジ占い、チャッチャラー、大吉来ないかなって、吉だ吉。あ、めっちゃいいじゃん。おー、おめでとう自分自分のために回したみたいなとこあるけど、みんな吉です。チャッチャラー、大吉の次だからね。吉はガチに質問お待ちしてます。ネットでよく見ても試着確かにできないからちょっとわかる。吉です。今日はめっちゃうまくいく日。ラッキーアイテムはお水お水なのか。ラッキーアイテムはお水。ラッキーカラーはピンクです。今日ちょっと皆さんにお知らせしなきゃいけないことがあるかもしれないので、カジシマを要チェックしといていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。夜開けといていただけると幸いかもしれません。ショールームの方は今日はねバタバタしているので、途中でどこかでできるか分かんないけど、できたらもちろんさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで最後までご覧いただき本当にありがとうございました。今日も一日頑張りましょう。手を拝借せーの。以上です。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。おいちゃんで1位ありがとう。ツンツン。バイバイ。